もろこしつくねの照り焼きを作ります。このように水で濡らします。はい、ではラップを剥がしていきます。少し大きめのボウルの方が作りやすいです。鶏のひき肉を入れて、ここにお塩を少し入れます。お塩を入れたらひき肉を練っていきましょう。このお塩だけでまず練ることでひき肉から粘りが出ます。粘りができていると、肉汁がね、中にとどまってくれるので、まずここで練ってあげるのがポイントです。この手にくっつくぐらいですね、これぐらいくっつくぐらいにパン粉、少量のお水も入れます。はい、しっかりと一体化しました。あとはざっくり混ぜるだけです。蓋をして、弱火で 4、5 分ほど焼いていきます。はい、合わせ調味料を全体に回しかけます。もろこしつくねの照り焼きの完成です。卵黄をね、つけてパクッと一口でいっちゃってください。お酒にもご飯にも合う、一品だと思います。